プリントした瓦をつなぎ合わせて屋根瓦を作りましょう。ダウンロードした瓦を必要な枚数プリントして上下をホッチキスで留めます。左右の直線部分はカッターナイフで切り落とし、曲線の部分はハサミで切ります。これを糊で貼り合わせていきます。プリントした瓦に合わせると糊代の幅が揃います。同じようにしてつないでいきます。これを上下につないでいくと大きな屋根ができます。今回は軒の部分を作るので横に長くつないでいきます。最後は丸いところで縦に直線に切ります。これで横に長い軒の部分が出来上がりました。これを壁面飾りの一番上に貼り、軒下にぶら下がるようにてるてる坊主を飾りましょう。今回は6月の壁面飾りの一部として使いましたが、屋根瓦は工夫すれば他の季節にも使えそうです。